ここは難波駅の4番ホーム、本当なら和歌山に向かう特急スザンなどが停車するホームなんですけれども、そこに関空特急のラピートが入ってきました。今回はラピートに乗っていくツアーです。このラピートに乗って、高野山の方面まで向かうことになります。行き先表示機も、団体専用のマークが、いやでも本当にかっこいいですよね、ラピート。このボディにこの丸い窓が本当に特徴的。早速、客室に乗り込みます。荷物棚の扉はまるで飛行機を彷彿とさせるデザインです。リクライニングはボタン式。今回はツアーなので GoTo トラベルのクーポン3000円がついてきました。9時34分の発車です。車両端にある表示器は液晶でラピートの文字が映し出されています。さあナンバーを発車しました。これからまず見ることができない南海のラピートが高野線に転線するところ、皆さんと一緒に見ていきましょう。奥に見えている2つの線路が高野線ですけれども、難波駅の線路を試乗しながらもう一つ奥転線していきます。ものすごく貴重ですよ。ラピートが高野線を走行することはめったになく、橋本駅までの運行は初めての企画です。この電車は橋本駅までノンストップなので、もちろんこのターミナルでの新今宮すら通過します。10時18分に到着します。橋本駅で観光列車と高野は天ガチャ屋すら通過する、もう名古屋飛ばしのような弾丸列車状態でラピートは高野線を進んでいきます。今回のツアーの一番の目玉は特急ラピートを貸し切って南海高野線を走り橋本駅まで行ってしまおうということですね。今ここに南海の路線図を簡単に示した図があるんですけれども、普通は南海線を通って、で空港線を通り、関西空港と難波を結んでいる特急ラピートなんですけれども、それを高野線で走らせてしまおうと。でラピートが高野線を走ること自体は、今までも何度かあったんですね。高野線にある千代田工場っていう南海の、大規模な車両の整備場があって、そこまで乗っていくっていう、ツアーもあったんですけれども、今回はその先にある橋本駅まで行ってしまおうと。まあ今こんなご時世で空港の需要がなくてラピートが暇を持て余しているからこそできるツアーです。ラピートに乗って橋本駅まで行った後、このツアーは列車を乗り換えて、高野山に向かうんですけれども、どうしてこのラピートで終点の高野山まで行かないのかっていうことですね。特別な列車なんだから長い距離を乗れれば乗れるほど魅力的なんですけれども、この高野山、見ての通り山なんですけれども、山を登るっていうことで、普通の電車じゃ走れない線区となっています。で橋本駅までは普通の平坦な線路が続くんですけれども、橋本駅から途中の極楽橋っていう駅までは非常に勾配のきつい区間で急なカーブもいっぱいあって、ラピートみたいな車両じゃもう走れません。ズームカーっていう、南海ではズームカーっていうんですけれども、急勾配に対応して、なおかつ急曲線にまで対応したと。特別な、設計を施された車両でないと、極楽橋に至ることはできません。でその極楽橋から高野山まで、これがまたすごい勾配で、もう線路じゃ無理なんですね。でケーブルカーです。なんで、普通の車両、ズームカー、ケーブルカー、この3つの、車両を乗り継がないと高野山に行けないわけです。でこの橋のとこ、撮り鉄の人いっぱいいてますね。手振ってあげましたけども、みんな見てくれてましたでしょうか。
まあ、今のこのご時世、鉄道会社さんどこも空港アクセス特急なんてものを作っちゃったところはもう本当に大変ですよね。JR 西日本の春がなんか毎日9両編成で30分間隔だったのに、今なんか6両編成に戻して、もう朝と夕方ばっかりで、東京の方の成田エクスプレスなんかはもうなんか駅に停めてテレワークスペースにしちゃったりしてね、もう空港よと空港アクセス特急がもうあまり余って、もう暇持て余して、今回もこういう企画になってますけども、まあ、間を乗って走るってことで、なかなかのノロノロ運転ですね。50キロ出てるか出ないかぐらい、まあ、全然特急感はないんですけれども、まあ、そこは仕方ないですね。前を走ってた普通列車が待機してくれたんで、結構スピードグイグイ出して走ってますけれども、難波と関空を結んでいた特急の車窓とは思えない田園風景というか、山が周りを取り囲んでいる風景はなかなか独特なものがあります。こんなしょぼい駅ラピードが通過するとはもうどうなってんだって感じですよね。もうなんか踏切にもいろんな人立ってて、みんな結構注目してますよね。ラピードは各座席に窓が一つずつっていう贅沢な構造で、上からのその間接照明とかも綺麗で、ね、本当になんかすごい空間なんですけれども、その車窓がこんな山の中っていう、まあ、この大きなね、この立橋というか、これが見えてきたらもうそろそろ終点の橋本です。で、今回のこのラピート、難波から橋本まで所要時間が43分だったんですけれども、それここを走っている定期列車の あの特急高野と全く同じ所要時間で、なんかちょっとノロノロ運転に感じたんですけれども、あれは制限速度のせいだったんですかね。なんか普通の特急と遜色ない、工程で橋本駅にまで着いたみたいです。で、今回橋本駅にあの ABC と NHK の取材のカメラの方が来られてまして、このツアーの参加者の方何人かインタビューされてましたね。さあ、 JR との共同駅橋本駅です。結構いろんな人来てますね。隣にあるこの電車にちょっとあの頭を抑えられて走ってたっていう感じなんですけれども、まあ前に見たあの和歌山の踏切で見たあの和歌山市まで行くラピートはもうすごい徐行運転してた、ね、あの1時間で行けるところをもう1時間半かけて走ってたんで、もうすごいノロノロ状態だったんですけれども、今回は、軽快に走るラピートで高野線を、乗りと高野線を走れたということで、こんな本当に初ですよ。こんなの橋本駅来るのが初めてなんだから、千代田工場からここまでの、ああいい音、千代田工場のあるところから橋本駅までのこの区間を乗った一般人は自分たちだけと、だけじゃないな、自分たちが初めてということですね。参加者が降りると、次の列車が来ているので、ラピートは、すぐに領事線の方に入っていきました。で、その時に、観光列車天空と並ぶ瞬間があって、みんな盛り上がってましたね。高野線の観光列車天空と関空特急のラピート、まず並ぶことがない組み合わせで、その後ラピートがまた、ホームに入ってきたんですけれども、 JR の227系1000番台と、並ぶと同時入線するということで、またこれ貴重なシーンが撮れましたね。グリーン車に相当するスーパーシートで、このツアーに参加した人は観光列車天空で極楽橋に向かいます。この天空もコロナのせいでちょっと運休してたりもしたんですけれども、無事にまた走行を始めることができたようです。自分と同じラピート普通車指定席のプランで、ツアーに参加した人は、後続の特急高野に乗って極楽橋に向かいます。先ほどの天空でこの高野、
は、ズーム界の肩書きを持っていますので、橋本から国六橋の間の急勾配急曲線区間を難なく走り抜ける性能を持っている車両です。でこの荒野は、特急ということで、全席指定となっています。南海電車は特急料金という概念はなくて指定席料金という概念ですね。でラピート荒野に関しては全部の車両に指定席が、設定されていますので、特急料金はいらないんですが指定席料金を払わなければならないということです。でこの荒野なんですけれども、運転席の窓でまた、前面の窓が、見通すことができる設計になっていますので全面展望を楽しむことができます。で側面は大きい窓が、備え付けられていて、席2列3列で1枚ぐらいの感じですかね。あ、席2列でが窓1枚ですね。車両の両端には3色の LED ディスプレイが設けられています。それでは橋本駅出発です。駅員さんが見送っていただく中、ラピートを見ながら急勾配急曲線区間の、ズームカーでしか走ることができない、この難所に、この4両編成の旧荒野が向かうわけです。見えますかね、あそこに踏切があるんですけれども、今これカメラだいぶ横向けてるんですね。このレールのきしむ音分かります？この音響かせながら右へ左へくねくね曲がりながら登っていくんですよ。あの時真横にカメラ向けてた踏切がもう目の前に、でその後はまた今度左に思いっきりカーブ、見てください、見えるでしょ線路、わっきょわからん角度ですよね。半径何メートルなんだっていう、この急曲線、しかもこれすごい登ってますからね。皆さんカメラだとなんか分かりにくいと思いますけど、めちゃくちゃ今ものすごく傾いてるんですよ。上によく走るなっていうね、こんなもん感じなんですけれども、ほらもうトンネルの向きおかしいでしょ。ほらもうジェットコースター並みになんか頭右に左に振りながら走っていく、これが特急荒野、これが荒野線です。橋本駅に着くのでね、ラピートがこんな、なんか畑の中走ってるよとか言ってましたけども、畑どころじゃないです、山の中、本当に山の中、崖ですよ。そんなとこ走るのが南海荒野線、なんかもうすなんかもう何ちゅうところに向かってるんだっていう感じですよね。でそこに人がバンバン来るって言うんだから、本当に。で、終点の、極楽橋が近づくと、多言語でその荒野さんに対する説明のアナウンスが流れ始めます。これが流れ始めると、あもうそろそろなんだなっていう感じですね。本当にもう山の中、ちょっと紅葉終わっちゃってるんで綺麗さはないんですけれども、時期が良ければもう本当に一面の紅葉も見ることができます。わずか10キロほどの区間なんですけれども、30分ほどの時間をかけてようやく極楽橋に到着です。ここもね、こんな山の中なんだけどホームが4面あるんですよね。線路3つのホームが4つ、あさっき初め先行した、天空が置かれてますね。この極楽橋から先はさらに急勾配、ここから先はもうケーブルカーでしか行くことはできません。この駅の唯一の存在駅である、ケーブルカーへの接続を行います。ケ
ケーブルカーは険しい山をぐいぐいと登り、途中で、対向車と行き違います。ちょうどここが、線路の半分の地点ですね。ここから先も嫌がらせのような急勾配、急曲線が続きます。見えますかね、あの勾配表、490パーミル、1000メートル進んだら490メートル上がるっていうわけわからん勾配です。で、走行しているうちに高野山駅に到着。ここからはバスで移動します。ここから先は大型の観光バスに乗って移動します。天空カラーの路線バスもありますね。で、まあ、ここから、次の目的地で、昼食をとって、そこから、高野山の観光という形になるんですけれども、なんかこの道もあんまりにも狭くて、なんかもうアトラクションレベルのなんかドキドキハラハラ感が延々と続く道をこの走っていくんですけれども、本当に大型バスの運転手さんすごいですよね。ごく普通な感じでぐいぐい進んでいくんですけれども、なんかあんまりこう下の方は見たくないような道が、ね、続きます。さっきはあの路線バスの専用の道だったんですけれども、下に降りてくるともうここはもう完全なる公道ですんで、路上駐車してくる車、対向車、そして普通のここの路線バスと他の観光バスとのすれ違いとか、もう神業を永遠と見せられてるような感じで、何回かヒヤヒヤする場所がありましたけれども、まあ当然事故することもなく、目的地に到着です。今回のツアーの昼食は国産和牛のすき焼き御膳ということで、まあ、あの完全な精進料理じゃなくて良かったです。で、ここからは高野山の観光になるんですけれども、高野山自体も観光地なんですけれども、まあ、基本があの墓地ということで、あんまりこう写真なんかね撮る場所じゃないんで、そこは皆さん気になった方は実際に行くかこのツアー参加してみてください。帰りは普通車の人も、スーパーシートの人も同じ荒野で難波に向かいます。またくねくねとゆっくり走りながら、橋本を目指すんですけれども、橋本から難波はもう高速区間です。80キロぐらいをバンバン出しながら軽快に進んでいきます。YouTuber スーツさんのテーマソング Only You Train なんか聴きながら車窓を眺めても楽しいですよね。そうこうしてるうちに1時間過ごしで難波に到着、帰ってきました。まあ、こんなご時世でまたねコロナ感染がなんか増えてきてるとかで、まあ、旅行するのもどうかなとは思ったんですけれども、まあ、申し込んじゃったから、まあ、行ってみようということでね、まあ、思い切ってきたんですけれども、まあ、結果的にはいい体験ができたと思っています。あと何回かね、あるみたいなんで、気になる方は、まあ、参加してみてはどうでしょうか。南海電鉄さんも阪急交通社さんもできる限りの感染対策をしてね、いろいろと対策を立てて、このイベント成功させるために頑張ってくれてます。参加する側も、最大限の努力をして、まあ、ツアーを楽しむ。っていうのもありなんじゃないかと思うんで、皆さん気になった方は行ってみてはどうでしょうか。